皆さんこんにちは、畠山みゆきです。この度5年ぶりに、ニューアルバムをリリースすることになりました。発売日は12月の14日になります。 Wayfarer という、タイトルのアルバム、やっと、リリースすることができます。今回はですね、すべてトータルプロデュースに富田圭司さんを、にお願いいたしまして、一緒に作りました。まあ、この5年に限らずですけど、いろんな節目の大切なライブなどで富田さんにお世話になっていて、今回ぜひ、プロデューサーとしてトータルでお願いできたらなと思いまして、それが願いかなって作品に、作りました。多分今までの私の作品の中で一番、ポップス色が強いというか、ポップな作品として、もうソウルフルな、ソウル色の強い作品だったんじゃないかなと思います。いろんな曲あるし、あと本当にあっと驚くような皆さんに、曲も書いていただいておりますので、もうぜひもうちょっと皆さんに聴いていただけたら嬉しいなと思います。どうぞお楽しみになさっていてください。畠山みゆきでした。